続いては注目のコーナー、火曜日はカメラが見たです。あっと驚くニュースをお届けします。今回は県内の学生が作った英語学習アプリです。英語の発音を学ぶ人に大きな反響を呼んでいます。そこに注目。こちらは会津大学。世界で活躍する人を育てようと英語教育に力を入れています。Coronal, yeah, coronal section, this section. So this one here is the mid-sagittal. この大学の研究室で10月にスマートフォン用の新しいアプリを作った学生がいます。英語の発音にすごく興味がありまして、大学院生の鈴木恭里さんです。後輩の渡辺隼人さんとともに1年以上かけて作りました。超音波を使ってみたいんですが、それを下からこういうふうに当てて喉のところを動きを見るんですが、開発に使われたのは病院で見かける超音波診断装置。この舌の動きの撮影が開発の鍵だというのです。およそ2ヶ月で185万回ダウンロードされたという注目のアプリとは。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。